はい、今週末スーパー GT 最終戦ツインリンクモテギです。今回最終戦ということで、ウエットハンデは0キロになり、ガチのレースになります。今シーズンはなかなか、速さはありますが結果に結びつかず苦しいシーズンだったんですけど、ここ最終戦モテギでその鬱憤を晴らせるようないいレースができるようにチーム一丸となって頑張ります。土曜日明日はちょっと天候が今雨予報なんですが、予選までには多分ドライになると思うし、日曜日はドライでレースになると思います。まあ、今シーズン開発、車の開発だったりタイヤの開発頑張ってきたので、そういうものが結果として現れるようなレースになるように精一杯走ります。2日間応援よろしくお願いします。